初日好スタートを決めた三年森美優選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず初日2走を走り終えてどんな感じですか。いやもうエンジン自体がすごいいいので嬉しいです。常滑はどんな印象ですか。ちょっとすごいフライングしたので、スタートがちょっと怖い場だなって感じです。そのスタートへの恐怖感というのがあると思いますけど、隣にはアドバイザーの、ね、鵜飼選手がおられますから、その辺のちょっと、ね、メンタル面の鍛え方何かあります。メンタルをどうやって、三年森さんに、はい、まあ、三年森さんにというか、まあ、すごい上手に今日だってね、はい、もう1マークかかんで、常滑はでもああやって握って回ったらちゃんと自分のチャックが拾えるレース場だと思うので、自分のスタイルを貫いていってほしいと思います。ありがとうございます。でもちょっと追い風に変わったら、多分あったかくなって追い風に変わったらドキドキしてください。早い、急に早いですから。そうなんです。それだけ、それだけは、はい、あとはもう自分のスタイルで十分戦える思います、なかなか普通にこうシリーズ入ってたら、鵜飼さんとか真田選手が話す機会ってないんじゃないですか。そうですね、あんまり話したことないよね、もうあんまり一緒になったことで今言うと雲の上の存在、レジェンドやもんね。そうです、一緒になった記憶がないんだよね、あんまり。確かに そうです、そんなにないよね、一緒に走ってないもんね。僕もまだ2日なんですけど、させていただいて、めっちゃ楽しいです。ある意味これまで喋りともうちょっと緊張して喋られへんかったのがもったいないぐらい、度量のあるところの深 い、今日私もお話できて嬉しいです。本当にちゃんと上の方で見張ってますから、頑張ります。ありがとうございます。どうでしょう、今回ルーキーズ対ということですけれども、男子選手と今後走ってて、どんな学びがありますか、経験として。やっぱスピードがすごいなと思うんで、私もなんかスピード持って回れたらいいなと思います。でもダイナミックですよね、今日果敢でした。嬉しい。まあ、でも鵜飼選手の時は、鵜飼選手含めて女子レーサー3人しかいなかった時代らしいんで。そうなんですね。だから男子と走るしかないって走ってたから、いい勉強になると思って楽しんで走ってください。はい、本当に勉強になります。引退前から鵜飼さんはやっぱり女子も、どんどん男子と走ってね、経験積んで強くなっていた方がいいとおっしゃってました。はい、これいい機会ですよね。いい機会だと思いますよ。はい、一つでも多く勝って、女子チームになんか10万円もらえるらしい。やった嬉しいです。10万円欲しい。そうだそうだ、ゲットしてください、ね、いいと思う、ゲットしてもらいたいと思います。それではフォアの皆さんに応募、最終日まで一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。三年森美優選手でした。ありがとうございました。